はい、こんにちは。約数の個数とか、約数の総和っていうのは今まで散々私も話してきたんですけども、今ここではじゃあ約数のすべての約数の総積、掛け算したらどうなるかっていう話ですね。今ここではまあ、P、Q、R が素数で、LMN、自然数。まあ別に今ここ3つですけど、まあ4つになろうと5つになろうと、まあ同じような式で求められるんでしょう。でまあ、文字だとちょっと最初考えづらいんなら、ちょっと具体的な数で考えてみたときに、例えば360に、まあ、約数全部かけってよく、まあ、最初のうちにやらせたりするときに全部かけだと数え漏れが起きちゃうから個数はちゃんとあらかじめ知っておいた方がいいですねってことで、まあ、個数の求め方は素因数分解して6636だから2の3乗かけ3の2乗かけ5なんで約数の個数はこの指数に1個ずつ足せばいいから4かけ3かけ2で24個あるなっていうことを頭に入れておけば、全部書けっていう問題でもまあ数え漏れの心配がないと。数えてちゃんとあるかどうか確認すればいいと。でも実際に全部書けって問題だったら、1書いて、その次に書けて360になるペア。っていうふうに、ペアで探していくと、まあ、探しやすいと。120、4、90。まあ24個もあるんで全部書かないですけど、じゃあ、今求めたいのは全ての約数の積なんで、じゃあ、こうかけてって、まあ、こう書いた以上、こう途中で折り返してここまで書けるんですけど、まあ、せっかくなんだから全部書いちゃおうかと。じゃあ、それが求めたいものと。で、ガウス少年が等差数列の和を求めるときに、反対に書いて縦に足した技の掛け算バージョンをやればいいんじゃないですか。こっちも全部書けちゃえと。当然、反対に書いたって結果は同じですと。で、これは縦にかければ全部360になりますよねと。じゃあこれもかけちゃえば、それはこれ全部かけたことになるんだから、9を2回かけた9の2乗になりますねと。で、じゃあ360何個あるんですかって言ったら、それは約数の個数だけだから24個。じゃあ9の2乗は360の24乗。じゃあ今知りたいのは9。1個だけなんで、それは両辺平方根取ってあげればいいから360の12乗っていうふうに、まあ360の場合で今こう具体的に出ましたと。そうなるともう大体結果はまあ予想ついて、元の数の約数の個数の半分乗でいいのかなというのがまあ想像つくんで、まあ実際のあの文字で同じことをやってみればいいだけです。そうすると、まあ、同じように、これの約数を1から順番に、まあ、順番にしても 1P、まあ、次 P 乗でいいのかな。P の2乗と PQ、どっちがでかいか。まあ、別に順番通り書かなくてもいいんですけど、まあ、一応大きさ確認しておくと引き出せるんですね。P かっこ、P 引く9だから、あ、一応念のため、P、Q、R としておきます。そうするとまあ、これ負だから、これ負ですね。ってことはじゃあ順番は PQ の方がでかい。けど、P3 乗と PQ はどっちがでかいかは PQ の数字次第ですね。P かっこ P1 乗引く9なんで、P が2で9が3とかだったら4引く3だから正。だけど、P が2で9が11とかだったら負になっちゃうんで、まあ、P3 乗はどっちだかわかんないけど、まあ別にもうどこでもいいんで、全部書きますってことです。全部書きますと。で、それを掛け算しますと。かける、最後はまあこれなんですけど、まあそれはじゃあ N とかで。で、それが知りたいもの。で、これの相手っていうのはまあこれも N でいいんですけど、まあじゃあ、まあ N でいいや。で、これの相手っていうのは P が1個だけなくなってるんですから、P の L-1 乗、Q の M 乗、R の N 乗と。で、これはやはりこれかければ、下は N になりますねと、これとこれだけで。じゃあこれも全部かければ9になって、これがこれを全部かけたことになるから9の2乗ですと。いや、そうすると N を何回かけるかって言ったら、約数の個数、約数の個数は L たす1かける M たす1かける N たす1をかけたものが9の2乗。で、今知りたいのは9だから、9は
これの平方根取るのは、まあ、2分の1でもいいんで、N の L たす1、M たす1、N たす1割る2と。まあ、これでいいんですけども、ちょっと心配なことってないですか？まあ、ないんですけど。心配ないんですけど、これって要するに N の平方根とっていうことですね。N のこれ上の平方根。まあ、要するに書き方変えれば N、L たす1、M たす1、N たす1のルートです。求めたいものはと。まあ、これ同じことですよね。で、これルートになっちゃったらどうなるの？ルート残っちゃって中身、外に出てこなかったらどうなっちゃうの？は、これ大丈夫なんですよね。っていうのは、これが2で割り切れないのは、これ1個でも偶数があれば、この括弧のうち1個でも偶数があれば、それはもう約分されて整数なんですけども、全部奇数はもちろんあり得ますよねと。全部奇数。全部奇数だと、2分のになっちゃうと。平方根残っちゃうと。大丈夫なのかっていうと、これは大丈夫なんですね。っていうのは、全部足す1、足す1、足す1して奇数ってことは、足す1してないものは偶数ですと。L、M。全部偶数ですと。2の倍数ですと。で、N っていうのは、あの数なんで、L 乗は 2X なら、P の 2X 乗、Q の 2Y 乗、R の 2Z 乗と。N は。じゃあこれは、P の X 乗、Q の Y 乗、R の Z 乗の2乗っていうふうに、ちゃんと N は、平方数になってます。もしもこれが全部奇数の場合は。これが全部奇数の場合は、N は平方数なんで、ちゃんと平方根を取った時も屋根が取れますということになります。なんで、これが、分数になる心配はないです。ないです。まあ、これ、分数になったとしても、こっちがその場合は平方数になっているので大丈夫です。ということになります。なんで、結局、まあ、結論としては、約数の総積っていうのは、元の数の約数の個数の半分乗が約数の積の公式となります。じゃあ以上です。ありがとうございました。